あー透けてなんかすごい面白いことになってる。助けろよ。どうせ1周年。でもダメージはまだ入ってない。それで入ってないんかい。いや待って、これ自力じゃ絶対無理だな。AMK でなんとかするしかない。とりあえずタイヤが岩に足をつけられればなんとかなる。でもそれ引っ張れるんか？さっきどうにもならんかったからな。めちゃくちゃ不安だぞ。まあそうなりますわな。くっそ、やっぱり引っ張れねえか。頭が落ちて岩に引っかかってんだよな。いやでも前に出ることもできんし、なんとか引っ張りたいんだが、無理か。無理なんじゃね？じゃあ押してみますか。引いてダメなら押してみろか。だけどこれ追い打ちをかけることになるかもしれん。あ、待って、嫌な予感。うわー。でもフリートスターは起き上がったね。いやそうだけども、盗まない AMK。お前の犠牲は無駄にしないぞ。とりあえず乗り換え、何も変わってねえんだけど。そんな残念なことある？うっわ、まずい。待って待って。エンジンにダメージ入り始めた。そのままじゃ本当にまずいのでは。ちょっと待てよ。は？そこにいるのは AMK。ウィンチを接続できるだと？お前の力を貸してもらうぞ。引っ張れー。あと少しだ、頑張れ。よっしゃ乗り上げたー。根性が凄まじい。AMK、君は最後まで役に立ってくれた。ゆっくり休んでくれ。冷水から引き上げろや。よいしょっと凍らせ。おしおし今回はちゃんと前輪を乗り上げてくれたな。いやーさすがにこれは予想外だった。ようやく契約を開始できそうだな。そうなんだけどちょっと疲れた。お前の契約進めちゃってくれ。あ、そう？そんじゃスイカは小休憩だな。ふと気になったから進捗を確認するぜ。あ、それは私も気になるな。現在の進捗は 63%。タイミルが 29% で震えてる。で完了したミッションは44。あと35個の契約が待っている。個数だけ聞くとまだ遠いな。探索ステータスは全部完了してアンロックした監視塔が足りないだと？え、あ、本当だ、16分の15になってる。どうやらここがそうらしい。踏んでない監視塔とかあったんだ。誰ですか？南側担当したやつ。はい、私ですね。ふざけんな。ってことで現場到着。なんか川に貨物落ちてるけどこれ絶対契約の何かだろ。まあそうだろうね。クレーン必須なの覚えておこう。よし、監視塔解放できたな。これで進捗が進んでいるはず。よしよし、これで全部埋まったな。じゃ次は契約とタスク見るか。35個残ってるだけあってまだまだ隙間が多いな。とりあえず北の港にある契約をピックアップしてみていくかな。やっぱ結構残ってるな。タスクが多いかと思ったが契約もなかなか多いんだなこれ。こりゃしばらく北の港で活動しないとな。2人でやればなんとかなるさ。まあ問題はコンテスト契約だがな。任せた。たまにはやってくれない？じゃそろそろ契約やりますか。無線局を見つける。君の評判を聞いたよ。何の契約からだろうか。科学者たちが放置された無線局を発見したんだが、地形が荒れていてたどり着くのが大変なんだ。安全なルートを見つけてくれないか。どこも安全じゃなさそうだが。契約の内容としては、そこにある無線局にたどり着くことなのだ。契約の内容としては簡単な部類だな。やることも簡単だし。だけど相手は山なのだ。途中で応戦の可能性も十分考慮して向かうのだ。ああ、そうだな。オフロードトラック推奨って書いてあるけど私はスカウト車で行くぜ。それでは頑張ってなのだ。ルートはこんな感じだな。ガレージから出るから結構距離があるが大丈夫だろ。ってことでハマーくんです。最近その子の性能がよくわかんない。まあ普通に優秀だとは思うけどな。めっちゃスリップするけど。それはタイヤを変えていないからでは？それはそう。あ、そうだ見てくれよマリサ。え、なんだ私 AMK で川に落ちたじゃん。おん、自分から言うのか。そしたら中に面白いのがいたんだよ。面白いの？何それ？酒番バスピスをご存じない？なんで古代魚がこんなところに。可愛いよねこいつ。頼むからこっちみんな。いやてかなんでいるん？待って書いてもらったん？書いてもらったらしいぞ。正気の沙汰じゃねえな。特命絵師様に頼んだ時の心境がこれです。無理もねえ。マジで無茶ぶりにも対応してくれる。まあこれ頼んだ時双方爆笑してたけどな。割と乗り気じゃねえか。そんじゃお前は向こうへお帰り。おい待てこっちくんな。なんか変なのが追加されてしまった。英語翻訳担当のピミってのも存在するけど知ってる人いる？最近出番ないけどいるのよ実は。出番よこせ。声も決まってるんだよ実は。まあ君の出番はしばらくないだろう。しばき回すぞ。その声だと怖すぎるんだよな。てかこれからも何かしら増えそうだぜ。影うちは酒番バスピスどう？可愛いとかじゃないんだ。にしてもハマーなかなか走らんな。もう少しタイヤをカスタマイズすればよかった。雪道一切走らねえでやんの。だがなんとか目的地のふもとには到着したな。ここから道に沿っていくだけだが、普通に行ける道なのだろうか？おいどんな感じよ。今のところ普通の道だな。ちょっと狭いからオフロードトラックで来なくてよかった。推奨されてる車が通れない時あるよな。いやーハマーできてよかったぜ。夫となんか道が狭くなった。これオフロードトラック無理だろ。何その断崖絶壁。スカウト車じゃなければ絶対ひっくり返ってた自信あるわ。幅もちょうどスカウト車分だな。まあゴリ押したらいけるんだだろうけど、マジでこいつできてよかった。H1 そこで合ってるのか？合ってるんだなこれが。マジで足の踏み場なさそうなんだけど。明らか車が通っていい道ではないな。ちょっと待ってね。契約の内容ってなんだっけ？安全な道を見つけることだが。その道教えるわけ？だってここしかないんだもん。いやまあそうだろうけども、もうちょいまともな道ないんか？ない。いやマジでないから困る。じゃ仕方がないな。すまねえな科学者たち。この道で勘弁してくれな。てかなんでこんな研究員多いんだ？それはマジで知らん。まさに評判通りの腕前だな。君の科学への貢献は高く評価されるだろう。くれぐれもスカウト車で向かってね。さてスイカさんの方は大丈夫ですか？おしゃばっちこい。では向こうを覗いてみますかね。牛貨物積載していきますか。さあここからが本番です。で、どういったルートで行くんだ？マップ西側にある工場から納品しに行こうと思っているぞ。そっからぐるっと回ってマップ右下に納品して完了だ。ねえ今からでも遅くないからさ。スロットでやらん？絶対にありません。まあまあ見てろって。積載場所間違えたやつが何言ってんねん。ってことで早送りだぞ。貨物が重くてウィンチ使ってるが走行には問題なさそうだな。そう言っていられるのも今のうちだよ。不安にさせるようなこと言うなよ。私は現在進行形で不安だよ。てかものすごい遠いな。15倍速なのにめちゃ時間かかるな。最短ルートではあるんだけどな。いかんせん足を取られたりしてなかなか進めなかったんだよな。まあそこの沼道はきついわな。あとなんか頭乗ってるけど大丈夫？ワスピッちゃんかわいいね。頭魚臭くならない？いやこっちみんな。頭臭くなるかもしれない。マリサ投げていい？投げんな。ってことでようやく一つ目の納品場所に到着。ここまでは無事に来ることができたな。ここが工場だったな。次は北側に行く感じか。予定としてはそうなるな。まあ、まずは納品しちゃいましょ。ってことで完了。さあ次の目的地へ向けて進みます。待って納品早すぎんか？一個だけならめちゃ早いんだよな。ってことで大幅カット。次の納品場所の前まで来たぞ。ここまでは何もなかった感じか。意外とスムーズに進行しております。これなら問題なさそうだね。またそういうこと言っちゃって。これから積み荷も少し軽くなる。さっきよりも走りやすくなるはずだ。それじゃあ納品。おっしゃんじゃ次は大回りしてマップ右下に直行するぞ。だがその前に燃料を補給しておかなければ。連結解除してトレーラーストアで燃料を補給だ。燃料トレーラー購入。そして燃料を補給して。次に燃料トレーラーを売却。燃料使っても同じ値段で売却できるのマジでいいよな。これに助けられた人は多いはず。私もそのうちの一人です。情報してるぜトレーラーストア。じゃ早く行ってもろて。せかなくても逃げやしねえっての。あれなんか見たことのある道だな。積載場所間違えた時に通った道と同じだからな。てかすっぽい傾いてないか？なんかすっぽい傾いてたな。まあ一回通った道だしどう行けばいいかは分かってるぞ。慎重にね。今日フラグ立てすぎだからね。確かにそれはそうなんよな。ちょっと自重して慎重に参ります。でもこの辺意外と起伏激しいのよ。今回は貨物も乗ってるしな。大丈夫そうか？まっすぐ降りれば大丈夫だと思う。このカーブを乗り越えれば安全な道になるはずだけどな。おっとなんか踏み外したか。じゃーうっせえやん。調子悪いなお前。怒られるとは思わなかったよ。慰めてくれ。引き上げた AMK でおこしに向かいます。 AMK 今回めっちゃ使うな。こんな役目ばかりでごめんな。よいしょ。コーラショ、どっこーラショっと。ほな行きますかね。 AMK に乗せ直せや。まだ終わらないスイカの契約。ではでは次回をお楽しみに。バイバイなのだーん。